10月3日日曜日、本日の福岡の天気は晴れ、最高気温32度、最低気温19度、福岡明太子地位向上協会がお届けする、明太子ヘッドラインニュース。おは明太、メンチ協広報の大塚拓磨です。この番組は我々メンチ協の理事長である田口明太子が日々収集している明太子ニュースを皆様にも共有する番組です。今回で第24回です。本日も田口明太子理事長とズーム収録しております。理事長、おは明太。おは明太、ワクチン接種完了ということで副反応どうだったですか？私はですね、ちょっと熱は出なかったんですけども、やっぱり腕がね全く上がらなくなっちゃって。おー、そうですか。今、その日はもう打った直後はちょっと痛いなぐらいだったんで、これだったらこの後買い物とかも行けるかなと思ったんですけど、大事を取って家に帰ってきたんですよ。はいはいはい。そしたらみるみるうちに腕がもうじん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 してきちゃって、その動けないことはないんだけども、体の半分がちょっとこう違和感がある状態だから、作業してると気持ち悪くなってきちゃって、ずっと寝てましたね。ああ、そうでしたか。じゃあ発熱はなかったけど、やっぱちょっと腕が重かったりだるかったりってことはあったってことですね。そうそう。で、今日接種して、2日目かなんですけど、まだねちょっと肩痛いな。そうか。いや、僕もね実は腕ちょっと痛いのはあって、はい、これあそうだから発熱とかは僕もなかったんですけど、はいはい、1回目より腕の痛みがちょっと続いてるなという感じは。あ、やっぱそうなんですね。出ますね。はいはいはい、はいはいはい、まあまあ、はい、熱出なくてよかったです。そうですね、プロテインとビタミンのおかげで、はい、よかったです。次も万全の体制で臨みたいと思います。はい、ぜひそうしてください。はい、それでは本日の明太子ヘッドラインニュースです。 JAL 機内食ネット販売でピリ辛明太ソースのヘルシーハンバーグ。 JAL ショッピングにて人気機内食メニューのネット販売、ビストロデスカイの再販開始。九州をテーマにしたご当地メニューセットのうちの一つにピリ辛明太ソースのヘルシーハンバーグがありますので要チェックです。ということで、機内食のネット販売ですか？そうなんですよ。これ第4代の再販ということなんですけども、全然知らなかったですよね。そんなことをやってるんですね。そうそうそう、びっくりしました。東京恵比寿の和食店賛否両論っていうお店ですか？はい、の笠原シェフですね。とても有名な方です。あ、そうですか。監修のメニューが3種類と、あと、九州がテーマのご当地メニュー3種類っていうのも嬉しいですね。第1弾とか第2弾のあたりでは北海道が取り上げられてたりとかしてるんですけども、この九州がテーマになっている第4弾が再販されるっていうことで。なるほど。その中にですよ、ピリ辛明太ソースのヘルシーハンバーグ。明太ソースとハンバーグっていう組み合わせってちょっと新しくないですか？そう、新しいの。私食べたことないですよ。そうですよね。これどういう品物なのかすごい気になりますね。はい、鶏肉と豆腐のさっぱりとしたハンバーグって書いてありますね。あ、なるほど。はいはい。ただまあ明太子には全く触れられてないのでちょっと分かりませんつまり鶏肉と豆腐のヘルシー系のハンバーグに、明太ソース、はい、明太ソースの詳細は不明だけど、まあ、ピリ辛ということなので、はいはい、まあ、ちょっと食べ応えはありそうかなと思います。そうですね。で、数がなくなり次第もう販売終了っていうことなので、早めにこれは買っておいた方がいいですね。はい、なるほど。人気機内食メニューネット販売、ビストロデスカイで、まあ、ビストロデスカイで検索すればいいのかな。でこれで検索すれば、10月1日から、はい、販売開始ということで、なくなり次第終了ということなので、まあ、気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、ということで、次に行きましょう。藤あや子、ライブ終わりにラ・ボエム明太子スパゲティ納豆トッピング。藤あや子が自身のオフィシャルブログあや子日記を更新。コンサート後のサクッとディナーでラ・ボエムの元祖からし明太子パスタを食べたことを明かしました。納豆をトッピングしたそうです。ということで、ブログからの、ニュースですね。そうです。藤あや子さんが明太子を食べたそうですよ。これコンサート終わりのディナーですね。
そうですね。でこれあのサクッとディナーって書いてあるんですけども、はい、ちょっとブロック飛んでいただきたいんですけども、これ明太子スパゲッティとイカスミリゾットも食べてるんですが、これってサクッとなんでしょうか？いや、サクッとではないって僕の価値観だと、はい、思います。絶対これ2食食べてますよね。これはサクッとじゃないかな。すごいな、やっぱりあのたくさん活動されてるから結構食べられるのかな。いつも軽めにしようと思ったけどしっかり食べちゃったって書いてますね。ああ、そっか、一応しっかりってことなのか。ラ・ボエムというお店ですかね。そうですね、これちょっと調べたところ、やっぱりその、はい、なんていうか高級な街にいくつかこう、うん、店舗を展開されているイタリアのレストランのようですね。高級な街ね。高級な街です。そういうちょっと、店舗一覧、そうそう、あ、なるほどね、見てみてくださいよ。え、わかりますよね。広金とか麻布十番世田谷、あ、もうなんかこう、ね、僕福岡にいるからちょっとその現地に行ったことはないですけど、はい、そんな僕でも聞いたことのある、はいはい、おしゃれな街ですよ。新宿御苑、北青山、表参道、はい、銀座、はい、なるほどね。そういうところにしかないイタリアンレストランということですね。はいはいはい、ただね、まあそうなんですけども、うん、今回その富士さんが食べられた、パスタの元祖からし明太子はですね、まあ、あの何もトッピングをしなければ980円ということで、はい、別にあのすごく高いっていうわけではないですね。あら、全然いける範囲内ですね。そうそうそう、いける範囲内でした。なるほどね。そうで、おすすめのトッピングが小やりイカと青じそって書いてあるけども、富士さんは納豆を選ばれてますね。うん、なかなか素朴な組み合わせですよね。そうですね、私あの思い返すとこれはあの、うん、ご飯に納豆と明太子は混ぜたことあるんですけども、明太子パスタに納豆を混ぜたことはないかもしれないです。いや、意外とこれ盲点かもしれないですね。これあんまり確かに、うん、あの思いつかないですよね。そうですよね、まあ、あの合うとは思うんですけどね、やったことがなかったですね。ねえねえ、これぜひちょっと試してみたいですね。多分美味しいな。そうですよね、うんうんうん、はい、なので、まあ、お近くに立ち寄られた際はこちらのラ・ボエム行かれてみてほしいですし、納豆と明太子のね、パスタでの組み合わせもやってみてほしいですね。そうですね、はい、はい、ではではということで次に行きましょう。はい、田口明太子クロス FM ミッシュマッシュフライデー出演決定。理事長の田口明太子クロス FM ミッシュマッシュフライデー金妻出演決定。10月22日17時15分頃から約15分間、今週の担当さんというコーナーで香妻雄太さんとお話しさせていただきます。ぜひお聞きくださいということで、出演決定ということで急遽決まったみたいですね。これいやー、昨日の夜中に大ニュース決まりました。ありがとうございます。いや、またクロス FM ということで、はい、すごいじゃないですか。そうなんですよ、うん、そうなんです。私あの香妻雄太さんのあのまあアーバンダスクの栗田さんもそうですけども、はい、あの普通にリスナーなんですよ。もうラジオ好きですもんね、田口さん。ラジオ大好きだから、うん、なので、まあ、あのいつかお話したいなと思っていたんですけども、はい、たまたまですね、その香妻さんのこのミシュマシュフライデーで私がその、うん、イベントでご一緒したことのあるケバブマニアの方が出演されてまして、ケバブマニア、はいはいはい、そう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 、そこも気になるでしょまた。まあざわつきますね、はい、そうそうそう、でもねそれはちょっとまた今度ということで、で、はい、その放送を聞きながらあの、うん、ちょこちょこつぶやいてたんですね。はいはいはい、そうしたらなんと香妻さんがラジオ中に、うん、お、田口明太子さんがこの放送のことをつぶやいていただいてますよみたいなことを取り上げてくれて、いやいやいや、マジっすか。そう、もう有名人みたいな扱いじゃないですか。ちょっと有名人が取り上げたみたいな。そうそうそう、で取り上げていただいたんで、はい、なんか取り上げていただいてありがとうございますっていう話をしたら、香妻さんがまたさらにあの触れてくださって、はい、田口明太子さんもね、もしよかったらあのお願いできないですかみたいなことを言ってくれて、はいはいはい、でもそこにすかさず私もまたコメントでツイッターで
え、ぜひともいつでも行きますみたいな感じで言ったら、もうすぐにですね番組の方から連絡いただきまして、へー、そう、それでこの日が空いてますっていうこと言ったらもう22日でじゃあお願いしますみたいな感じで言ってくれたんで、ついに小妻さんとお話ができますすごいな、なんかネットもうまく駆使したなんか今ならではのこの出演の決まり方っていう感じで、なんかラジオいいっすね。そうそう、あ、それですいません、ちょっとあともう一つ言いたいのが、その私のフォロワーさんもね、はい、追い打ちで、うん、田口さんと小妻さんがお話ししてるところを聞いてみたいですっていう風にツイートしてくださって、うん、でそれも小妻さんが取り上げてくれたんですよ。でその方はですね、そうそう、私が東京にいる頃からすごく応援してくださってコメントもくれてる方なので、もう本当にねこのニュースをお伝えできて嬉しいです。これまた10月22なんでちょっとまあ間が空きますけれども、金曜日ですね、金曜日の、午後5時15分ぐらいから15分間ということなんで、まあ、ぜひちょっと、ね、楽しみに聞いてみていただければなと思いますし、はい、また近くなってきたら告知したいと思います。そうですね、はい、ぜひぜひ楽しみにしておきましょう。はい、ということで、本日の明太子ヘッドラインニュースは以上です。いやー昨日見ました、天神ナウ。いや見ましたよ、ああいう出方もあるんですねもう本当に急だったんで、あんまりその、まあ、私メインでもないですし告知はしてなかったんですけれども、結構たくさんの方が見てくれてたみたいですね、はい、あ本当ですか、はいはい、びっくりしたんじゃないですかみんな。でもね本当に何も台本もないから、うん、めちゃくちゃ緊張しましたよ。ツイッターにも載せたけど、ちょっと離れたところから中島浩二さんがねこう歩かれてくるわけですけども、バレないようにずっとなんかひっそり待ってたんですよ、ね、後ろ姿本当に壁に隠れて待ってる様子が、そうそう、誰かが激写されてましたけれども、すっごい怪しかったですね。いやー怪しかったですよ、もういつ行こういつ行こうと思ってね、空っぽの買い物かご持ってね、そうどう考えても仕込みなんですけどいつもこの格好で来られてるんですかってね聞かれた時もはいそうですって固くなに言っときましたからねはいはい、まあね、もうメディア出る時はあの格好ですから、そう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 。いやでもね感動したのが、うん、これ中島浩二さんね、はい、私その以前中島浩二さんの番組に私の情報をこう送ってくださった明太子メーカーの方がいて、その時にね、はいはいはい、名前をこう取り上げてくれたことはあったんですけども、お会いしたのは初めてだったんですよ、はい、そうですよね、はいはい、で昨日ももちろん私がその場にいるなんてことを知らなかったはずなんですけど、はい、私の顔を見た瞬間、田口明太子さんこの方はですね東京からわざわざ明太子のために移住してきた方なんですよってね説明してくれてましたよね、聞きました。そういや本当ね、スラスラとなんかまるで打ち合わせしたんじゃないかっていう感じのすごいまとまった説明をされてましたけど、あれ違うんですよね、打ち合わせしてないんでしょあれ。全然してない、やっぱやばいな、全然してないのに、そう全然動じずにその情報がペラペラ出てきてましたからね。いやまあそもそも天神ナウっていう番組は何なんですかっていう話でね、はいはい、とんでもない番組だと思いますよあれ。ああそうなんですね、私ちょっとねテレビないからどういう番組かっていうのがね分かってなかったんですけど、どういう番組なんですか。今回はねデパートのとかエルガーラの方とか行ったり来たりしてましたけど、はいはい、いつも街歩いてるんですよ天神ので、はい、生放送のまま街ぶらするっていう、僕多分ね他にないんじゃないかなと思うんですよね、そんなの。確かに東京でもお散歩番組結構見てきたけど生はないよな。生はないでしょ、だって生で街ぶらって意味わかんなくないですか。そうですよね、なんか怖いですしね、どう何が起こるか分かんないから。そう
だからね、あれもう一つのショータイムなんですよ。もう中島浩二ショータイムみたいな、もう中島じゃないとできないというか。で、うん、あのもちろん生放送なんで街ブラみたいな感じでこうゆっくり歩けないんで、もうものすごい歩くの早いんですよね。こうザッ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 って歩いて、さあ次はこっち次はこっちってどんどんさばいていくわけですよ。はいはいはい。でもそのテンポがだから編集しないわけだから、うん、テンポはもうね、そう、そのまま撮影したテンポだから、それがすごいなと思って。いや、確かに、うん、あ、そう考えるとすごいわ。だってね、私たちなんかいつも編集してこうテンポよくやってるわけですもんね。そうそう、やっぱね。でしかも食レポしなきゃいけないんですよ。そうそうそう、急にね、しかも昨日だって急にその明太クロワッサンだのいろいろね出てきて、いきなり食べさせられるわけですからね。いや、すごかったですよ、昨日も。だからあの片方が食レポするときにはマスクを外して、で、うんうんうん、食べ物を食べなきゃいけなくて、その間そのマスクを外すときにこう2人のコンビネーションとかすごいですよ。ちょっと持っておいてくださいとかね。でこう、はいはい、食べてる間は無言になっちゃうから片方、そしたら片方すかさずこう食べてる様子とか顔のどんな表情してるかとか実況したりして、ね、今いい顔してますねとか言って、はいはい、でまたマスクを食べた後またマスクして、でまた喋るみたいな、はい、でそしたら手に食べ物残っちゃうじゃないですか。でそのまま次のとこ行くじゃないですか、はいはい、でも、はい、こうスッとこう中爺の手がねこう画面から後ろに消えるんですよ。はい、はい、でそして次の瞬間には中爺の手に物がなくなってるんですよね。はいはい、こうノールックでちょっと食べ物を渡してたりとかするんですよ。はいはいはい、こういうのがすごい面白くて。あの番組ほんとすごい。あ、すごいな。あとね、そうだからそんなにあのテンポすごいね、こうよく行かなきゃいけなくてバッタバタしてるのにもかかわらず、あの女性の角瀬さんが、はい、そのやっぱり最後その一口ずつ食べることになっちゃうじゃないですか。はいはいはい、で全部食べきれないままこう去ってしまうから、去り際になんか、うん、すいませんねちょっと一口しか食べれなくてみたいなことを言って去っていったのもすごい良かったです。ああ、そういうところはね放送では映らない部分ですね。そう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 、うん、やっぱりあの丁寧にねこう接してはいただいてるなと思いました、できる限りね。なるほどね。いや、うん、これでまたね福岡の神々たちとどんどんねこう山本佳代さんにもお会いしね、あの、はい、栗田善太郎さんとは月一でお話しし、また今回も高妻優太さんとまたお話しできるということで、はいはい、あのどんどん福岡のパーソナリティを制覇していってますね。そうですね、もうちょこ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 その田口明太子っていう名前をこう皆さんの脳内にね刷り込ませていってますね。なるほど。そうそうそう、いや頑張っていきたいと思います。楽しみです。はい、はい、またこれからも頑張っていきましょう。はい、はい、ということで、今後も福岡明太子地工場協会の発信にご注目ください。今回もお聞きくださいましてありがとうございます。けとおだら、多分また明日。明日。